人、物、金をテキサスへ CCIM のルークです。今回は中林美恵子、早稲田大学教授が書いた記事、世界と日本に大ダメージ、トランプ復活の衝撃度を紹介します。この中林教授は、 1992年から約10年間、アメリカの連邦議会上院予算委員会で国家予算返済に携わっており、日本に帰った後は衆議院議員などを務めて、早稲田大学准教授になり、2017年から現職だということです。 11月の大統領選挙は様々な意味で史上初めての事柄があまりにも重なり、不確的要素が多くどうなるか見えない部分があります。すでに皆さんご承知のようにトランプは2021年の連邦議会選挙事件をはじめとする多くの訴訟を抱えています。そして、 バイデン大統領は81歳という前例のない高齢で健康あるいはこの認知度を懸念する声が高いです。彼女はアメリカには他に人材がいないのかとよく聞かれそうです。確かに優秀な人材はいるにはいますが求められるものが あまりにも多いです。まず集金力ですね。特に大統領選挙では1兆円近い資金が必要になります。え、そして自由にあった政策であるとか、知名度も圧倒的でないとダメですし、なんと言っても政党をまとめるキャリアが求められます。 そうなると、ある程度の年齢が必要となってきます。現職の大統領は通常、知名度という意味で圧倒的に強いです。対立候補もおらず、予備選挙に資金を費やす必要もなく、しかしながら、今のバイデンの支持率は高くありません。 アメリカ全体の調査でもトランプの支持率がバイデンを上回る、上回るというケースが多いです。アメリカの選挙はいつも非常に接戦でさらに最後まで何が起こるかわからないです。オクトーバーサプライズという言葉があります。これは選挙の前の月、すなわち10月、 オクトーバーに何かが起こるというジンクスですね2020年にはトランプが新型コロナウイルスで重篤な状態に陥りましたさて、えー、バイデンとトランプですけども国際貿易経済分野では両者の方向性は程度の差こそあれ 同じ感じです。どちらも労働組合が強い中西部地域の有権者を意識しており、日本製鉄による US スチール買収に対する反応も似ています。また、中国に対しての厳しい態度も、トランプは高い関税をかけるとしていますし、バイデンは トランプ時代にかけられた関税を撤廃せず、さらに半導体、電気自動車などに新たな規制をかけているという点で、姿勢は同じと言えます。両者が異なるのが環境問題に対しての態度ですね。トランプが再び再選されれば、パリ協定から 離脱する可能性があります。クリーンエネルギー化に向けた世界の足並みが揃わなくなり、多くの産業が影響を受けるかもしれないですね。安全保障のアメリカファーストも強まります。ロシア、ウクライナなどの紛争がある中、 世界各国が安全保障を強める必要が出てきます。中林教授は、トランプが政権を取れば、アメリカは同盟国を破滅させない国となる。アメリカに甘えてきた世界の国々は、一人前になるプロセスを獲得できる機会を、えー 機械と捉えた方が良いと言っていますが、まあ、これはこれで一理がありますね。以上、テキサスのルークでした。チャンネル登録よろしくお願いします。